レオンです。今回もね BOCW やっていくんで、今回これ仕様でやるんでね、ファー FFAR1、 今回ニュークタウン尽くしのチームデスマッチで暴れてみたいと思います。2人パーティーいたな。パーティー必ずいるね。あ、うちらパーティー入ってるな多分。今回ね、この山根スザのクラスで FFAR1 初使用でやっていきたいと思います。チームデスマッチ、はい、ラブルズ、ミッションクロックが動き出した。やつらに鉄槌を下せ。めっちゃ跳ね上がるな。チームデスマッチか。あ、ダブルキルやった。いいね。パーティー入ってるからさ、うちら。跳ね上がるな。こいつ実はね、さっきちょっと使ったんだけど、初実況で、やるのは初使用っていうことでやるからさ、ちょっと。跳ね上がるな、これ。サイトだけは解除したんですよ。あ、味方と思った、これ。あんな本が。あ、味方か。これ連射速度高いから。ええー、偵察機オンライン。上か。初使用で実、初実況で。これ連射速度高い割には弾数が少ないから、ちょっと厳しい武器ですからね。初使用で実、使って実況で、なんていうの？使っての実況で初使用ってことでやるから。敵のセントリーターレットが稼働。これ強いよ、これ。アウターユーミ。12キリやってるわ。まあまあ悪くない。いるな。どこに行ってんだこれ。あらら、上にいるな。はい、クリアばっかりしよう。いいよ、もう死んでもいいよ、もう。あー、これダメだ、これ。これに耐えろ。マグナム。接戦だな。めっちゃ跳ね上がるんだね、やっぱり相変わらず。あら、落ちてないよ全然。ああ、ずっとあの車のところにずっといるわ。ああ、
キルできなくなってるわ。あ、跳ね上がるからな。これ敵の偵察機が接近。サイトとマズル解除してるな。あ、これも解除してる。ステディエム死ん、あースモーク、こっか。あー跳ね上がるな。これダメだ、これこの武器。敵のセントリーターレットを検知した。サイトつけたらやっぱ変わるな。やるだろ、まあまあ。サーズ迷彩21キル。勝ってる、10ポイント勝ってる。タイミング悪くナパーも落とすなよ、本当に。アーマー、あ、困るぜ、マジで今のよ。あいつ大丈夫か。アーマーあんま死なんだよな。ね、あんま意味ないでしょ。すぐ死ぬでしょ。よしよしよし。リエビ。ああ、カウンターか。勝った勝った。危ない危ない。26キロ。ミシェン。キルだ。今ね、あの GV1 ディレクに、あの PCO の、 あの内蔵型 2.5 インチハードディスクに接続してやってるんだけど、結構いっぱいしてきてるね。あと1時間ちょいぐらいしか取れない。あと10本も取れない。10本ぐらい取れるかな。で、PC にもね、あ、これだから PC に接続してて、この、あの、GVH ディレクトの、普通の内蔵型のハードディスク接続するために、あの、その、変換っていうかね、接続のやつも別で買ったんですよ。Amazon で。全部 Amazon で買ってるんだけど、あの、内蔵型の方はちょっと覚えてないけど、結構、マズル、結構解除したね。PC に移動してるんだけど、 PC にも、ね、もう100本ぐらい取れ溜めしてるんでね。で、今 YouTube にもアップしてねえから、今ダブルトリプル XP のやつが来てるからね。終わってからっすね、これ編集とかいろいろタイトルつけてサムネイルのちょっとした編集やって、画像処理やって、で YouTube のアップするのに時間取られるから、で今これせっかく、特にはダブルブック XP がね、なかなか来ないんで、これゲームちょっとプレイして武器レベル上げやってるんだけどね。だから YouTube に今アップやってないんですよ。これこういう感じですね。俺あれ、俺ないぞ。なんで、あ、意味わからんね。あ、あれ、俺がないぞ。なんで26キル18です。比率 1.44 ですね。これチャレンジカウンター偵察機あと2回ですね。めまい、これ結構早く終わるよ。50回したんで多いんだけど、結構早く終わりますね。今回これ初使用なんだけどね。ファー、FFAR1。リロード、今、早くも武器レベル5になってるね。リロード速度が速く、連射速度に優れたフルオート、威力が低めで、
相談数がやや少ないということで、これ BO から登場してる武器なんですけどね、これはもう解除してたんですよ。ちょっとマズルブレーキ、あの試合終盤で途中参加で試合終盤に入ったんで、あれちょっと抜けてもよかったんだけど、あの普通途中参加だったら俺抜けるんだけど、あの今ダブル XP とかトリプル XP やってるから、ちょっと途中参加でもやるようにしてるんですよ。だからこれ解除しちゃったんだよね、抜けてもよかったんだけど。で今回の試合でこれマズルブレーキと斎藤ですね、これミルストップ、これは前回の試合で解除したやつなんだけど、ミルストップリフレックス、ミルストップ製の 1.37 倍率精密サイトで、マズルから今回の試合で解除したね、マズルブレーキ 5.56、 リバースペントがガスを側面に放出しマズルの上昇を軽減ね、垂直反動制御プラス 4% で、バレル 17.9 ウルトラライト縮小バレル軽量化により操作性が向上、平行移動速度プラス 5% に、ボディステディエイムレーザー、防塵性のダイオードレーザー、腰打ちの命中率が向上、腰打ち時の命中率プラス 20% ってことでね。だからチーデスじゃなくてね、あのハードポイントとかドミネーションだったらもっとレベルアップ上げ、あの上がってて、あのアタッチメント解除したと思うんだけど、これストックも解除したと思うんだけど、でまたサイトからこうやって解除したと思うんだけどね。これ強いっすよ、でも威力高いから。マグナムも使ったけどね、これも使わないといけないっすね。1キルぐらいやったかな。はい、以上にしたいと思います。今回山根鈴葉のクラスで FFAR1 にマグナムでフラッシュセムテックスアサルトパックで、パークはエンジニア、タクティカルマスクにスカベンジャー、リストック、コールドブラッド忍者で、パークグリードにスコアストリーク構成が偵察機ケアパッケージ、偵察機カウンター偵察機ケアパッケージというカスタムで、ニュークタウン24分の7のチームデスマッチの試合で、このアサルトライフルのね FFAR1 初勝でやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。